ました。本日はビッグテージ&リップステージ VIP 初音ミクにお越しいただきありがとうございます。このステージは現在福岡県内で開催中のコラボ企画ビッグテージ&リップに関するステージとなっております。初音ミクと一緒に本企画の内容をおさらいしましょう。ミステスバスのキャラクターであるトノマスオも来てくれますよ。そして私司会を務めさせていただきますクリプトンフューチャーメディアの加藤と申します。本コラボの魅力をお伝えできるよう頑張ります。よろしくお願いします。ここからは少しだけ注意事項をお伝えします。こちらのステージは撮影が OK となっております。ぜひお手元のカメラやスマートフォンで撮影して、キャラクターたちの可愛い写真をどんどん SNS などにアップしちゃってくださいね。SNS にアップする際はぜひハッシュタグ初音ミクやハッシュタグマジカル未来の全人類をつけて投稿してください。こちらのステージの様子はクリプトン公式 YouTube チャンネルピアプロ TV にてライブ配信アーカイブを公開予定です。会場にお越しになられなかった方もぜひ楽しんでいってくださいね。さあ、それではお待たせいたしました。初音ミクとバボマスオ、そして西日本鉄道株式会社より古賀翔太さんと北川真央さんに登場していただきましょう。皆様拍手でお出迎えください。いろんなところに出かけること、愛らしい見た目と親しみやすい性格で多くの人に愛されています。さあ、かわいいですね。バスオくんが来てくれた途端、なんかミクがすごい喜んでますね。西鉄さんとのコラボは7月から始まってましたが、実際に会えるのは今日が楽しみですね。ミクさんも嬉しいですか？はい、ありがとうございます。さあ、それでは、ではここからはミクテンジントリップの企画内容をご紹介します。福岡初開催のイベント初音ミクマジカル未来2024が西鉄グループとコラボレーション、ノベルティがもらえるスタンプラリーやマジカル未来2024仕様のラッピングバスの運行をはじめとした様々な企画を実施中ということで、皆様も楽しんでいただけておりますでしょうか？回るところがいっぱいでなかなか時間が足りないですよね。さて、今日はそんな本コラボの魅力を余すことなく語っていただこうと思います。西日本鉄道株式会社より古賀翔太さんと北川真央さんにお越しいただきました。はい、それでは、ババマスオとですね、関連の深い、商品の、紹介をしていきたいと思っております。はい、まずお願いします。はい、西鉄バスコラボになります。こちらマジカル未来2024のですね、ラッピングをされたバスが今福岡市内を運行しております。で、それに加えましてですね、はい、次にですね、はい、そのラッピングバスが飛び出す仕掛けとなっております。記念乗車券が今天神高速バスターミナルと、あとオンラインストアで販売をされています。はい、次お願いします。次がですね、ポップアップショップなんですけれども、こちら雑貨館インキューブにて、あの今回のミク天神トリップのですね、オリジナル商品を販売しております。で、今回はその中でもですね、はい、あの一押し商品を、お持ちしました。まずはあのアクリルスタンドでですね、チリコさんバージョンとヨイさんバージョンの2つをお持ちしました。こ
こちらですね、本当可愛くて、で、一緒にお出かけしたりとかですね、あとデスクに置いたりするのもいいかなと思っています。あと私のところですね、これもですね、ラバーキーホルダーなんですけど、これ全部6種類ございます。でこちらも西鉄電車のですね、貝塚線であったりとか大牟田線、あとバスの方もですね、乗っているというものになってまして、6種類ございますので、ぜひ皆さんもコンプリートしていただけたらなと思っております。はい、次お願いします。はい、次スタンプラリーになります。こちらはですね、可愛いノベルティがもらえるスタンプラリーとなっております。でこちらはですね、台紙自体はインキューブのですね、天神店で販売をしております。でこちら次のページですか、すみません。はい、こちら天神の6施設でですね、はい、スタンプを集めていただきますと、もちろんチリコさんバージョンのカードがもらえるというものになっております。そして、次はですね、今、三国ヶ丘駅というところがですね、初音三国ヶ丘駅と名前を変えておりまして、そこでも印鑑をスタンプを集めることができます。でそこまで集めていただきますと、このよりこさんバージョンがですね、の、カードももらえるというものになっております。はい、こんにちは、西日本鉄道の北川です。次は私から説明させていただきます。西鉄電車コラボと称しまして、ヘッドマークをつけまして、特別な電車を今7月から、8月の末まで走らせております。ぜひご乗車いただければと思います。車内ではですね、特別な音声とかも流れてますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。で、三国ヶ丘駅ですね、先ほど出た三国ヶ丘駅までの、特別乗車券を販売しておりまして、こちらもノベルティで台紙入れですとか、そういったものがいただけますので、まだの方はぜひ行っていただければと思います。はい、次がですね、ソラリアプラザといいまして、福岡天神繁華街の中にある商業施設の1階で、イベントをやっております。そのうちの一つの、これはシルクスクリーンですね、 T シャツを作れる、イベントになってまして、会場でもちらほら、見かけまして、僕はとても感動しております。はい、次、また同じ場所でですね、今日は、バスのペーパークラフトを無料でお配りしておりますので、もしお時間ある方は今日天神に帰り寄っていただいて、こちらでペーパークラフトを持って帰っていただけたら幸いです。はい、次オリジナルドリンクですね。こちらホテルフルーム博多祇園串田神社前で、カフェがありまして、そちらでミクネードという名前で、オリジナルドリンク販売しております。こちらも、8月末までとなっております。はい、そうですね、ノベルティとかコースターとかもらえますので、ぜひ足をお運びください。はい、コラボルームですね、こちらも、31日まで予約がまだ余ってますので、気になる方はご予約、公式サイトから飛んでいただければ、見れますので、よろしくお願いします。はい、こちらもコラボルーム泊まった方限定の、ルームキーですとかも持って帰っていただけるので、とってもおすすめとなっております。以上、はい、以上で、紹介終わります。また写真撮影タイムで戻します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。内容盛りだくさんのコラボ企画ですので、まだの方はぜひ足を運んでみてください。さあ、それではここで写真撮影タイムに動きます。まずはマジカル未来2024の公式カメラマンさんによる写真撮影タイムを行います。公式カメラマンさん、よろしくお願いします。はい、可愛い写真撮れましたでしょうか。カメラマンさん、ありがとうございました。後で私にも写真ください。それではここからはお待ちかねの皆様の撮影タイムです。皆さんが写真を撮れるようにぜひご協力をお願いいたしますね。だいたい1分程度で私が合図をしますので、それぞれ場所を譲って撮影をお願いいたします。ではミクとバババスオくんはそれぞれ思い思いにいろんなポーズを撮ってあげてください。たまに場所も入れ替えたりしますよ。はい、それでは撮影お願いします。かわいいですね。
ちょっとこっちの右の方を向いてみてもらえますかね。はい、じゃあ右側の方写真どうぞ。はい、じゃあ次左側反対側向いてくれるかな。はい、ありがとうございます。じゃあこっちの方も撮影お願いします。すごい可愛いツーショットですね。もうこんなレアな光景見れて幸せです。あ、後ろの方も撮れていますかね。ちょっとじゃあ、立ち見の方、一番前の方の席の方、一旦ちょっと座っていただいても大丈夫ですか。すいません、ありがとうございます。後ろの方の方、撮影できてますでしょうか。はい、じゃあミクさんたちもポーズお願いします。すごい、いっぱい後ろまで人来てくれてますね。よかったね、ミクさん、家族。はい、大体撮れましたかね。はい、じゃあ2人ともありがとうございました。はい、じゃあここで撮影タイムは終了。位置を入れ替えてみますか。ちょっと移動できるかな。できた、よかった。よし、じゃあ今度は逆位置バージョンで撮影タイムいきますか。かわいい。さあ、じゃあまたちょっと右側向いてみますか。はい、右側の方にポーズ、よろしくお願いします。はい、じゃあ次左側向いてポーズどうぞ。ありがとうございました。それでは撮影タイムは終了です。今回マジカル未来のステージでマスオくんとミクのコラボが見れるのは福岡会場だけとなります。皆様、撮影した写真はぜひ SNS で、コメントとともにアップしてくださいね。ありがとうございました。初音ミクですが、そろそろお別れの時間です。ミクは初めての福岡会場のステージ満喫できたかな。楽しんでみてですね。よかったよかった。よし、じゃあ最後に2人で可愛いポーズで挨拶しましょうか。せーの、可愛いポーズ。
MC だからちょっと緊張しててごめんね、ありがとうミクも、来てくれてありがとう、今日はステージを見に来てくださった方にありがとうとバイバイしましょうか。はい、じゃあありがとう、バイバーイ、ありがとう、バイバイ。それではミクともお別れのお時間です。盛大な拍手でお送りください。